はや俺がレーザー出したいなみたいな、うん、ちょっとすぐ分からんけどこんな感じで、はーいってマジうるさうるさーいうるさごめんなさい、それは I wanna rock you, give me shine sometimeする勢いやんか。まあそう。でこういうとこ来たらだってカシパじゃない？曲やっとう場合やないよマジで。まあ物事にはね優先順位ってものがありますから、ね。確かにね。ハルシちなみにお菓子何がいい？まあきなこ棒ですね。きなこ棒ね。きなこ棒。私はひもきゅう。俺かば焼きさん太郎ね。え三つやすは？じゃあ僕もかば焼きさんで。なんす僕だけ何も用意されてなかった。もう早いよ。早い。早いよ、戻らされるのがよ。新曲ですか？君のヤホンがまだから待っている。終わりなんていつでも突然つってね。君のヤホンがまだから待っている。終わりなんていつでも突然目が覚めてるのは君が危ういとなった。私今日誕生日やね。お誕生日でした。28歳になりました。わけだ。ありがたいですね。噛み締めているわけだ我々。こんなやべえ服着てやべえ服着て噛み締めてるわけだよ。なんでちょっとねもうこの曲を
やらずにはいられねえと私が皆さんに感謝の気持ちを書いた曲がありますんで、それ最後に聴いていただいていいですか。最後に我々からのラブコール受け取ってくれ。これカメラですか？これカメラですか？もしかしてもらっていいやつですか？もらっちゃおう、もらっちゃおう。ないところにラッパっていう名前です。かわいい。なんでラッパちゃんなんですか？なんか響きがかわいいから。ラッパとか、あとなんだっけ、たこ焼きとかいろいろ候補があって全部忘れました。文字がペタって出るだけじゃなくて、ちょっとビビ歩かせたいな、ね、やだビビかわいいみたいな、うん、イエスマンがわって物持ってきて、アコースティックので、バミリにドンって置いて、ざっくりした形ができるまでどれぐらいか測りたい。セッティング RT 45秒すごい。おこうやってみんなでやるのはめっちゃ久しぶりですね。なんか物事には優先順位がありますからね。僕はきなこ棒がなんとかみたいな感じで喋り出すんで。すごい運動だ。白の衣装で、ね、着るとゆうくんが面白くなっちゃうんですよね。いつも白を着るシリアスな MV、 ゆうくんワンカットぐらいしか出てないやつは惜しい感じだった。ああ、わかりました。ちょっと恥ずかしがっちゃった照れちゃってんだよ照れるもクソもない。いきます。ありがとうございます。これ今食べろってことですか？これこの場で踊り食いですよこれえ、こんな踊り食いか、踊り食いですよ俺が面白くないから話してよって言ったあ、面白くないのゆうくん面白くないの？これは実はおれよ。よかったですよ。ステージもね、なんかステージじゃなかなか難しいのかなと思ったし。うん。すごい、こんな。ステージもステージじゃない。ああ、ゆらゆらする。私も思った。君とステージ。